です。今回は茨城県にある太平洋クラブ実りコースにやってきました。今回のゲストは初めまして、翔成です。井の川翔成プロです。井の川プロも翔成じゃん翔成だね。翔成、うん、翔成だね。久しぶりだね。久しぶりに見たわ。翔成、サードどうだった？サードは補欠1の1個下。それはいけんの？いけない。いけない、絶対。いけない。だって同じスコアじゃんね。そう、同じスコアです。やる気しかないですね。今日はね、すげえ調子いい。おー、そうなのね。いつも調子良さそうだけどね。一番口はね。120ヤードくらい。120ヤード。中学生じゃん。すごいな。中学生だね。本番には強い方なんで。はい、何歳の時120ヤード打てた？8番で。8番で小学校5年生。小5で早いね。じゃあもうテルキの小5の体と同じってことね。俺が同じ体してるのね。ちょっと熱くね。いや、めっちゃ熱い。まだ開けて、あ、まだ開けちゃダメか。まだ開けたら音入ってる。あ、涼しい。めっちゃ涼しい。 ETC カードが挿入されました。翔成めっちゃスイング変わりましたね。そうだ、めっちゃ変わった、めっちゃ変わった。音が消えた、音が。やばい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 。翔成スイング変わったね。めっちゃスイング変わった。めっちゃ綺麗。もうこのスイングだったらチーピンしないですね。うん、持ち球チーピンだったけど。あ、ちょっとチーピンだったね。ドローヒッターだったもんね。これ一発目だよ。練習行ってないからね、俺。食べた、食べた。なんで行かないの？遅刻なんだよね、いつも。すごくない？朝から。これ一発目。これまあまあスタート早かったですか？7時7分とか。7時7分。俺1時間半とか2時間睡眠だからね。で2時間運転してんの。やば。全泊してんのに遅刻したよね、俺。そうだね。全泊した。全泊して遅刻。その睡眠はバッチリですね。バッチリ。朝練習場で仕上げてきたから、ね。離れすぎてる。ちょっと離れすぎ、ね、離れすぎだよね。それも、まあでもどうかな。もともと結構手使うスイングだから、うん、離れてないと振りづらいっちゃ振りづらいんじゃないですか。そうなんだよ、なんかね、うん、でももうちょっと近づいた方がいいなとは思いますよね。つかさ、この日めっちゃスコア悪かったからもう見たくないんだけどね。これです。いや、この朝一から2番やモデルあたりがちょっとすごいですね。さすが勝也さん。全部一緒だから。3度も2番も全部一緒だから。ちょっと左。つまん、朝練習してないんでね。ど引っ掛け。で、小生も148、8番アイアンです。小生ドライバーの距離の割にアイアンの距離意外と普通ってか波ぐらいですよね、うん。ドライバーでもそんな飛んでるわけじゃない。そんな飛んでるわけじゃないよね。結構なんかそこそこの飛ぶイメージあるけど。伊藤君と同じぐらい。あ、嘘。うん。まあ、あいつがアイアン飛びすぎっていうのはある。あ、まあ。あれはな、セッティングなの。セッティングの。アイアン、多分長いとか、クラブ長いじゃん。セッティング的にちょっと飛ぶセッティングになってるんですけど。あ、行ってる行ってる。ショータ見とけ。このもうなんか目線の取り方がもう寄らなそうな感じですよ。だって結構これ、エッジからピンまで距離あるっすね。あるよあるよある。なのになんかもうめっちゃ上の方見ちゃってた。そりゃ届かないだろう。下見ようって。なんのあれ。あ、勉強になるね。やっぱテレキと話すと勉強になるな。それ生かしてもらわないと困るね。確かに。てかグリーン速くないですか？めちゃくちゃ速かった、朝。いや、超速かったよ。ね。見てて。いや、これめっちゃ伸びるなと思って。まあ、下り。おー、
まあ、下りいやこれ下りじゃないよ。下り下り。そうだ下りだ。一番だって手前から下りだよ。なんで回ってない僕が分かってんすか。あれ感覚派だから。合ってなかったけど。感覚ずれてたけど。紹介しよう。伊藤君と同級生です。今年22か。テルキは1個上なの。23ですね。ディップスって言ってたな。何これパター忘れたんですか。違う何朝いいなって言ってたの。そうなんかパターディップスだからちょっとパター買いたいってクレイジーすぎるでしょ。ぶっ飛びすぎ。しかも1万2000円で安っ。めっちゃ安い。何のパターですか。あれオデッセイ。オデッセイもね普通のピン型、うん、安いやつの安いやつ。2番2番ね。なんかちょっと SG 結構ありますよ ね。予選会とかは結構あります。だから調整したコース。ああフェードね。これだまっすぐ行ったら突き抜けますよね。そんなだったっけ。バンカーの左はやばい。やばいですよね。ズーミングめっちゃうまくねえお前。いやあのね勝也さん下手すぎなんだ。下手すぎなんだ。ズーミングうまくね。普通だから誰でもできるから普通なんだよな。見ててこのダスティン・ジョンソンだ。全然似てねえから。これ普通のスイングじゃん。ショータも。ショータ。まあでも通常でもちょっと似てるっちゃ似てる。うん。似せつきてる。トップはね。トップはね。カツヤさんが入っちゃう。見切れてんじゃないよ。これマジ意味わかんないから。これ何どういう意味で言ったんですか。これどういうこういうこと。まあまあ気持ちはね。本当意味が分からない。一番いいとこ一番いいとこって言ってるよ。まあ飛ばないからまっすぐ打てるっていうね。画期的だね。前からも横からも撮る。これ上ね、GoPro で撮ってるんですか。そうそう横は GoPro で撮ってる。すっげえダサいスイング。すっげえダサいスイング。アウトだろ。しかもなんで2番やもん。2番やん大好きだね。カッタさんね、フェアウェイウッドないんですか。持ってない。持ってない。あ、そうなの。なんでドライバーの次2番ハードセッティングすぎる。はい、ニオさん5番プレイ。いや僕最初これこのまま打つのかと思って。それは怖い。もうめっちゃ走ってるからこれ。打ってほしい。勝也さんチャレンジャーなのって。これナイスショットね。ねうまい。いやスイングこれ完璧でしょうね。この置く場所。え？GoPro置く場所完璧だね。アングル的に。うんうん。これちょっと失敗したんだね、翔太のやつ。あ、そうだった。近すぎた。これ、普通に2254で行くんですね。夏だったらね、ちょっとこれ見え張っちゃったね。うん、キャリー215ぐらいのイメージですか、4番で。そうだね、うん、めっちゃ飛ぶな。だってキャリー出たらいいよ。俺4番でキャリー180ぐらいですよ最近。それはやばい。5番やん4番やんキャリー変わんないみたいな。勝也とあんま変わんない。やばいやばいやばい。やばいやばい。これ木越え狙ったの。これ木越え狙った。あ、狙ったんだ。勝也さん、つま先上がりから打ってる率高い。高いよね。すごいそういう印象がある。つま先下がりから打ってることない。つま先下がりが呼んでるんだ。つま先上がりね。
え、つま先下がりって言ってたよね。上がりで。つま先下がりのイメージがないねっていう。つま先上がりが呼んでるって、ただスライスして右ってだけじゃないですか。そうだ。何かあるか。ないっすよ。いいと思います。アプローチもうね、感覚ないよね。まあちょっと手が動きすぎですよね。先生これね、3ヶ月ぶりだ。いや、そうかもしれんけど、もともとの打ち方が手が多い、難しい打ち方してるから時間期間が空くとうまくいかないんですよ。もっとシンプルに打ってたら期間が空いてもそんなに変わんないで打てる。ちょっとね、教えてほしいわ。指導とか 何イメージして指導してるの？スイング左肩、左肩と右腕の動きぐらいが強いて言うな。ナイス、さすが。ショートさん、ショートは何イメージ？強く振るみたいな。わかんない俺、何も意識してない。ショートさんでもこうやって構えてるから割とこう体で上げれるんじゃないですか。そうです、ね、あ、高いもんね、うん、ハンドアップだからもう腕使いづらくしてて、もう右向いて左向いてみたいなイメージ、うん、シンプル、シンプル、シンプルですよ。勝也さんはこうしてて、そっから手でこういくじゃないですか。そうね、恥ずかしい。どうする、自分で見るのどうか。いや、恥ずかしい。いや、もうちょっとなんかでも、どうですか、自分で見てたら勉強になるんじゃないですか。勉強に、なんねえよ。なんねえよ、別に。いや、恥ずかしいな。コメント欄とかちょっと恥ずかしいもん、みんな。いや、好評ですよ。好評じゃん。いやいやいや、なんかあったじゃん、なんか。何？カツヤ下手すぎだろ。下手っていうか、まず飛距離がさ、みたいな。パター引っ掛けてるし。しょうがないっすよ、それは。2個連続でカツヤ飛ばしてるみたいな。あ、カツヤさん、ごめんなさい、僕もそれです。お前飛ばすな。いや、でもこのね、ゴルフはそうよ。あんま面白くないもん。ナイス。翔星と翔太は見てて面白いね、やっぱ飛ぶし。翔星うまいな。翔太、ボギーパット。ボギーパット。朝から調子いいです。めっちゃ調子いい。これ取って次の週 QT みたいな。そうだね。何ですかね、言い方が難しい。だからね、ボギーって機嫌悪いね。襟がおかしなことになってる。襟がさ、1個入って1個立ってみたいな。そういうスタイル。気づかなかった。アシンメトリースタイル。朝早朝いきなり勝也さんがあのいい出会いだよ。しかもさ、これ Tinder でしょ。そう、今さら。違う、友達が今さら Tinder。 違う、小生が出会いがないってずっと言ってたの、朝車の中でね、1時間くらいで。俺は分かんないわけよ。で、大学時代の友達がめっちゃ Tinder やってて、可愛い子すげえ愛だみたいな話してたから、 Tinder がいいんじゃない、小生に、じゃあ Tinder やってみたらって言って。さあ、その後謎にインスタでさ、めっちゃさ、アジアンビューティーみたいなさ、やつだからさ、15人くらいからランド中にさ、フォローが来るっていう。面白かったね。ひどい男だねって、勝也さん人のこと言えないからね。いやいや、あなたもいろいろやってきてるからね。やってない、本当に。お前数々の歴史を、本当に自分はなんか一個くらいだろ、クリーンだみたいな、一個くらいだろ、言ってるけど。オフホワイト、ホワイト、意味が分かんない。ピンまで180ヤード、5番アイアン、センターネット、アイアンの距離一緒だな。いや、めっちゃスイングいいよ。体を使ったスイングですね。勝也さんもこれを参考にした方がいいと思います。うん、ああ、確かに小生は本当にそんな感じするわ。うん、全然手使ってないから。
これ誰撮ってんのこれ。それ俺。下手すぎでしょ撮り方。え、そう。なんでもうちょっと引きでさ。あ、引きでね。なんか、うん、もうちょっと高い位置からこう撮ったらいいのにさ。あ、これ小生超えてくる小生だ。うわ小生の悪口言ってるよ。小生ちょっとね、まあ慣れてないからね、うん、小生は。俺確かにそんなに近く撮るはずないなって思ったもん俺。いやでもなかなか打った後ズーム下手くそだし。ズームはね、ズームは下手ね。もう自信がないもん言葉に。弱い、ちょっと弱い、だいぶ弱いよみたいな。どっしり構えろよ。60で。これね。これ何ですか。翔太が失敗した時だけボロクソ言ってやる。くぐらせたの。56で。下くぐっちゃうんだよ、ここのなんかラフ。これ朝で下濡れてたとかじゃないんですか。あ、それで2回くらい連続でくぐった。ナイスでーす。悪くなって思う、うん、調子悪いよねって言ってくるのすごい嫌煽ってるよね。いやいい、どう俺のこのさ取り方。いや俺だよ、いや俺だよ。自分の手柄にしようはい、ドーン壁ドン。まあまあちょっと左からだ。これ見て、これひどくない？買っちゃうのカメラ。ね、あ、これ ね、 ね、 俺スタイルね。全然入ってんのか入ってないのか分かんないでしょ。顔見たら分かるでしょ。意味が分かる。あ、これも俺ね。光のいい加減を入れながらみたいな。何のこだわりですかそれ。ナイス出だし。はい。いや、うまいっす。で翔太と1打しか変わってない。確かに。お願いします。